カチョコ、イカの形をしたチョコレートですか。面白そうじゃないですか。おい柴犬、しばくぞ柴犬、しばくぞ。違うんだよ柴犬、そんなさ、店長がそんなさ、子供騙しでさ、そんな安易な発想でさ、商品をさ作るわけないじゃないのさ。ね、これよく見てごらんなさい。ね、イカとチョコの間にこれ、これ、これ、炭って書いてあるじゃん。これ炭って小さく書いてあるじゃん。ね、イカ炭チョコ。その通り、その通りなんだよ。つまりどういうことか、イカ炭とチョコっていうのはさ、ね、色がさ黒いじゃん、ブラックじゃん。そうでしょ。だから客は当然さ、チョコだと思って買うわけで、チョコだと思って一口口に入れるね、チョコだと思って一口口に入れると、はぁっ、もう一回やる、はぁって、はぁってね、イカ炭じゃんこれ、なるわけですね。びっくりするよ、めっちゃ生臭いからね。ちょっとほら、ちょっと嗅いでみ、嗅いでみ、ほらほら、もうイカスミの生臭さがもうそのまま残ってますね。そりゃそうだよ、 99% イカスミだからね。もうちょっとこれ一回さ、ちょっと食べて、食べて、ちょっと、ちょっと食べて。うわ、イカスミです。そう、びっくりするでしょね。だってさ、チョコだと思って食べてるわけだから、だからうえってなるよ、確実に。なりますね。だからね、そこでいい、そこでちょこっとの意味が出てくるわけ。わかる？ちょこっとの意味が出てくる。ここちょこっとって書いてあるじゃん、書いてあるでしょ、ちょこっとってね。つまりね、つまりね、これね、実はですね、ここだけの話、本当ここだけの話、カカオをですね、実は 1% 配合しております。 1% 配合しております。ですから、チョコとちょこっとかけてるわけだね。だから客はさ、チョコと思って食べるとファイブ。何？笑わなかった？今大丈夫？ファイブ。2回目、これ2回目、基本2回目。これこれ腐っとる、このチョコね、腐っとる、腐っとるでね、腐っとるでってなるわけ。何、大丈夫、肉腐っとるでってね、これ誰か毒持った、誰か毒持ったで、おい待てよい、おいちょ待てよいってね。これよく噛んでみたら、これイカスミじゃんと、これよく噛んでみたら、これよくイカスミだと。うわ、生臭、まず、まずかった。でも最後にほんのりチョコの後味、ほんのり 1%。 売れるぜ。売れませんよ。どうして